どうもかずきでーす。はい、今日もカブちゃん今日はね、カブでね、車輪まで行ってみたいと思います。てな感じで、ちょっといつもと同じ道を通ってるんで、ちょっとつまらないかと思うんで、まあある程度進んだらまた撮り始めます。それでは皆さん、いつもの行きますよ。それではノッチほどー。はい、どうもかずきです。ションベンかいじいちゃん映ってたらまずいね。なんかひょひょひょこうやって出てきたと思ったら、草むらでしょんべんしてるおじいちゃん。はい、もう少しで流しないんだけど、天気が微妙。この株は段差に弱い。ガーンってくる。こんな感じで向かってますけど、余裕ですね。5、60出れば全然。まだただ 50cc だとね、30キロしか出さない。60キロ出るバイクだとしても、30キロしか出せないですからね。その分110なら、別に50キロ法定速度で走ってれば、全然ストレスないですから。むしろね、カーブとかね、ハーレーより曲がりやす。別に、スピード落としても4速で走ってっちゃうんで、シフト、上り坂でも、下り坂でも結構エンジンブレーキが効くんで、そんなシフトチェンジをガチャ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  やんなくても走れるね。まあさすがにちょっとした差がんだときついけど、4速だとね低いギアでガーッと上がっていかないとね。ただすぐこう、なんていうの、回転数がくるになっちゃうからあんま引っ張れないですよね。まあそういうバイクじゃないか、カブはね。ラム踏んだよな、予報では踏んでんだよな。昨日より4度低いらしいです、今日。そんな寒さ感じで、俺首元汗かいてるからね、今ね。今日12度ぐらい、11度かに、12度ぐらいしかなんないらしいですけど、これ首元汗かいてます、今。今日は車輪で何食おうかな。何を食べてこようかなーって感じですよね。てか、もっと早く乗り始めてればよかった、これ。めちゃくちゃ楽しいわなんでこんな楽しいんだ、これ。十分だ、十分。もうカスタムが なんかどこやっていいんだか全然わかんないんだけど、このままでいいかなと。お金をかけずに、あの消耗品だけにお金をかけて、あとはこのまま乗っていくスタイルでも全然俺はいいと思うんだけど、まあ気が向いたらって感じですかね。危ねえ、もうちょっとで着く。取り忘れてた。危ない危ない。まもなく車輪、お車輪。しちゃうよね。低いだよね。ハーレーから来る。低いだよね。でもいい。いいですよね、これ。じゃあ、ありがとうございます。いやー、車輪でまっちゃりしてきましたって、ずーがなんで今黙ってたんだろう、ずっと。帰りは違う道から帰ります。行きましょう。車輪のステッカーを手に入れました。カブとリアボックスに貼りたいと思います、後で。
ここも気になるんだよね、これ。キッチン&カフェ、ペピート。いいね、ペピート。という感じで、今日はね、車輪に行ってみたという動画でしたね。カブちゃんでね。内陸、バイクの客が全然いなかったですけど、今日は天気悪い、天気微妙で寒いからね。そんな感じで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは、ワニワニー。